鳥山石炎、百吉連れ袋より、フラクフラクフラク、フラクは、鳥山石炎の妖怪画集、百吉連れ袋に描かれている日本の妖怪で、蝶賃の妖怪。百吉連れ袋では、竹に結びつけられ、裂け目を口のように開いた蝶賃が道に向かって、覆いかぶさるように傾いている様子が描かれている。解説文には、山田盛る蝶の人は見揺れども誠は、 乱菊に隠れ住む狐火なるべしと夢のうちに思いぬと、あり、他に立っている蝶賃の火のように見えるが、乱菊ののに隠れ住んでいる狐の起こす火なのでは、ないかと夢の中で思った、と記されている。他の文献や民間伝承には、ブラブラ、という妖怪は確認されておらず、石煙が何によっているか詳細は不明であるが、俗に言う蝶賃お化けに相当する妖怪と、考えられている。 山田ルという言葉は通常はかかしに用いられることが多い。狐が火を実際に起こす描写で描かれる、石炎の超珍美の絵には画面に他のあぜ道やかかしが描かれている。文中に狐美なるべしという表現があることからそのまま、フラクフラクの正体を狐とする解釈も存在するが、百狐ずれ袋に器物の妖怪として描かれていることから、 提灯そのものが化けた妖怪の一種とみなす方が妥当であるとする意見もある。画中に書き込まれた表記はフラクラクという自順で、ブラブラと読ませているが、当該の巻の目録では、フラクとあり、音などからもフラクフラクの表記が一般的に用いられている。水木しげるの著作では、京都府の竹寺に伝わるもので新しくなくなったものが、寺に運ばれてくる際に現れる。 墓場の提灯の妖怪であるという解説がなされているが、石原の作品などからは確認されていない。ありがとうございます。